牛乳パックで紙相撲。これまで数多くの歴史に残る大一番がありました。平成26年9月10月場所8日目結びの一番、その歴史の1ページとなる大一番なのかもしれません。秋の本場所最終盤8日目、全勝ただ一人、横綱白石島一敗で追いかける4名の力士たち、そういった状況です。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。今日の結びの一番は一敗の若手湘南の風が横綱に初挑戦、白石島との取り組みが組まれています。解説海坊主さん、はい、今日はこの結びの一番に大注目となりそうなんですが、はい、まあ7日目後楽園に勝ちましたからね、湘南の風は。そうですね、まあ、ややしばらくこの牛乳パックで紙相撲界も、まあ、そういったね、会の力士ですとか新入幕の力士っていうところが活躍するっていうところがなかなかなかったので、まあ、こういう会の力士が、まあ、上位とね当たって、しかもこう結びの一番、はい、飾るっていうところはちょっと非常にね楽しみでありますね。もちろん初めての挑戦です。白石島が全勝を守れるか、あるいは湘南の風が勝つという状況になれば、一つのこの牛乳パックで紙相撲界全体の流れが変わる一番と言っても決して過言ではないでしょう。そしてすで、に3敗を喫しているという2人の横綱キリダンサー、そして清水館も絶対に負けられない一番、負けると千秋楽休場ということになる大一番が組まれております。その8日目重量の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲。平成26年9月10月場所、これより8日目重量の取り組みであります。日高緑山に千葉のドラちゃん。西方日田高緑山、西十両5枚目、岐阜県出身ほぼピンベーヤ。東方千葉のドラちゃん、東十両7枚目、千葉県出身福島ベーヤ。これより十両の取り組みであります。十両の相撲が始まります。日田高緑山3勝1敗、千葉のドラちゃんも3勝1敗、十両は優勝戦線が混沌としてまいりました。キャリアのある日田高緑山、右側です、浴びせていけるか。左、新十両の千葉のドラちゃん、こちらも浴びせを時折見せています。十両の一番です。制限時間いっぱい、よしみやって、キャイ殴れ、ぶつかりました、殴れ、突き倒しです。日田高緑山の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して日田高緑山の勝ち。突き倒しでしたね。まあ今日は日田高緑山の得意なもう突き倒しっていうところ出ましたね。日田高緑山勝って4勝1敗としています。返り入幕という可能性も4勝目ですとね出てきました。敗れて千葉のドラちゃんは3勝2敗で、重量は9日間のうち5番各力士相撲を取りますので、5番の相撲を終えています。熱海ちゃんにカスカビアン、西方熱海ちゃん、西十両6枚目、福島県出身福島ベーヤ。東方カスカビアン、東十両5枚目、埼玉県出身ほぼピンベーヤ。この両者も3勝1敗できました。まだ十両の優勝戦線可能性は残っています。全勝はただ一人備前長船4連勝。今日この後ワンパクとの取り組みで勝てば優勝が決まります。いっぱいの力士たちはですので絶対に勝たなくては十両の優勝戦線からは脱落です。いっぱい同士押し込んでいけるか。カスカビアンベテランです。アタビちゃん浴びせがあります。制限時間いっぱい、よしみやって、キャイ投げ、ぶつかりました、押し込む、浴びせは引きました、引き落とし、カスカビアンの勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてカスカビアンの勝ち。カスカビアンが4勝目です。まあ、うまい
いこと浴びせを引きましたね。ここはキャリアの差が出ましたね。カスカビアン勝って4勝1敗で5日間終えています。敗れた熱海ちゃんが3勝2敗で終えています。御殿場富士にカズマの土らえもん。西方御殿場富士、西十両4枚目、静岡県出身アンビックベア。東方カズマの土らえもん、西十両7枚目、宮城県出身宮城ベア。両者まだ今場所白星がありません。0勝4敗同士です。特にまあカズマの土らえもんは新十両でなんとか本場所で1勝を挙げたいところですね。そうですね、まだちょっとね自分から前に出るというところがなかなか見えてないですね。8日目の土俵です。左はカズマの土らえもん、右こちらは十両の土俵の経験があります御殿場富士。両者浴びせも持っています。制限時間いっぱい。よしやっていきゃい。長大ぶつかりました。組み合った、突き放して土らえもん、どうするか。引っ張り合い、浴びせは引き落とし。カズマの土らえもんの勝ち。嬉しい嬉しい初勝利。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落としてカズマの土らえもんの勝ち。この一勝嬉しいですね。そうですね、まあ御殿場富士、まあ浴びせてきましたけれどもきちんと、冷静に相手を見て引いてきましたね。負け越しはしておりますが、ですが次の場所そしてトーナメントへ向けてのこれは大きな一勝になったことでしょう。勝って1勝4敗カズマの土らえもんです。敗れた御殿場富士、こちらは白星を挙げられませんでした。0勝5敗となっています。備前長船にワンパック。西方は備前長船、東十両4枚目、岡山県出身岡山部屋。東方ワンパク、東十両筆頭、札幌出身南九部屋。十両最後の一番であります。十両最後の一番です。備前長船4連勝、ワンパク3勝1敗。この一番で備前長船が勝ちますと十両の優勝を決めます。新十両でですか、解説三坊さん。はい、まあやはりね、親方がこうやっぱり横綱の親方っていうところがありますから、こうやっぱりまずはこう上がっていくっていうところ目標あると思いますね。19歳、対するはわんぱく35歳ベテランです。元大関、先ほど琴風の引退相撲がありましたがね、その琴風に最後の一番を対戦したのはわんぱくでありました。そういう意味ではね、このワンパクもまだまだ頑張っていかなくてはならないというそういう気持ちも持っているでしょう。35歳、浴びせていけるかワンパク。備前長船は押し相撲、優勝を決めるか。制限時間いっぱい。よしみやっていきゃい。長大ぶつかりました。浴びせたのはワンパクです。ワンパクが行く、残したのは備前長船。ワンパク出る、ワンパク押す、引いていった、どうか。ワンパクです。ワンパクに軍配です。備前長船残れませんでした。ただいまの決まり手は押し出し。押し出してワンパクの勝ち。ワンパクが勝ちました。やはりちょっとね、正面からじゃ厳しいというところでワンパクが横を通りましたね。ここもちょっとキャリアの差が出ましたね。備前長船の優勝は今日は決まりませんでした。これでいよいよ混沌としてまいりましたね。十両の優勝争い、ワンパク勝って4勝1敗、敗れて備前長船4勝1敗となれば、十両の優勝戦線なんですけれども、かなりこれは状況変わりますね。これやっぱりここワンパクですとかのベテラン勢と、まあ、ルーキーたちがこうしのぎを削っているような状況になりますね。そうですね、こちら4人が並びましたか。4人が並びました。1敗で4人です。こちら今ご覧いただきましょう。1敗で4人が並んでいます。十両の優勝争いです。ワンパク、カスカビアン、飛騨高緑山、そして備前長船です。まあ実力のある、そうですね、まあ、キャリアのある3人に新十両の1人と、はい、いうことになりまして、これはこの4人で決まりでしょうから、優勝決定戦ということになりますね。いかがですかこの4人。
まあ、やっぱりその強い力士たち、まあ、先輩力士たちに対して備前長船が、まあ、自分の相撲を取れるのかというところですね。もう4勝ですから、はい、気持ちの部分ではもうやっぱり余裕はあると思いますね。そうですね、はい、もう立派なもんですよ。十両の優勝決定戦は千秋楽行われます。4人による優勝決定戦ですので、まあ、トーナメント制ということになります。これは楽しみな顔ぶれとなりました。十両の取り組みが終わっています。三役力士の土俵入りです。皆さんぜひタイムライン上でよいしょの掛け声お願いします。西方より三役力士土俵入りであります。西方三役土俵入り。先導は小結び与一山。与一町出身大久海部屋。今場所は負け越しが決まっています与一山2勝5敗。今日は野田 R2D2 との取り組みです。関脇ティコツーミ千歳市出身ホボピン部屋。4勝3敗のティコツーミ、大関昇進は残念ながらなりませんが、とにかくまずは勝ち越しです。今日は江ノ電丸との取り組み。最後は大関後楽園岡山県出身春日部部屋。7日目湘南の風に敗れて1敗を喫しています後楽園。今日は横綱戦清水館との取り組みです。では皆さん一緒にタイムライン上でよいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょこの野郎、後楽園ゆうちボクサー拍手。西の三役土俵入りでした。最終盤8日目です。変わって東方三役土俵入り。先導は小結びエイトプリンス、東京都出身ホボピンベア。帰り三役のエイトプリンス、初日から白星がありません。今日こそ欲しい初日、ナース藤曲との今日は取り組みです。最後は関脇清水ロケット、清水町出身清水町部屋。大関取りへの大事な場所、2勝5敗負け越しです。今日は心臓人間札幌との取り組みが組まれております。ではまた皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょこの野郎、どうせ俺たちのこと見てねえんだろう、もう、ん、三役土俵入りでした。タイムライン上よいしょの掛け声ありがとうございます。さあ8日目です。中入り、今日の中入りはもちろんもう8日目ですから、優勝争いの行方と題しまして、今日の取り組みの展望などもお送りしていこうというふうに思います。まずは何と言いましてもこの優勝争いです。前哨は横綱、新横綱の白石島です。この白石島も今場所優勝をすると3連覇ということになります。誰もが成し得たことがない3連覇、この牛乳パックで上相撲界に一つ歴史に名を刻むということになるんでしょうか。1敗で追いかけるのは7日目敗れた後楽園大関です。そしてあとの3名は平幕パンケーキちゃん、江ノ電丸、湘南の風という3人が追いかける展開。そして今日の取り組みなんですが、パンケーキちゃんが高尾さんとの取り組み、そして江ノ電丸がティコツーミとの取り組みです。後楽園は横綱清水館との取り組み、結びです。湘南の風が白石島に挑戦。解説三坊主さん、はい、どう見ます？まず白石島といえば、まあ、やはりこの優勝ですとかその、ね、綱取りですとかそういったところの大事なところがかかってるっていうと、なかなか勝てない力士だったんですけれども、はい、今もう安定感といえば半端ないようなところがありますので、押す力っていうのはやっぱり盤石な相撲があると思います。ただそこに湘南の風ですね、まあ、やっぱりこういったルーキーたちの、まあ、相撲どれだけ押す力が強いのか、まあ、後楽園には通用してますので、白石島もやっぱり油断は禁物ですね。では
その2番振り返りましょう。7日目の1番でした、湘南の風が後楽園に勝った1番、そして白石島と清水館の1番、続けてお送りします。音声もそちらの方をお届けしましょうか。まあなんといってもね、衝撃的な相撲にもなりました。お送りしましょう、どうぞ。20日を制限時間いっぱい、よしみやって今日のことぶつかった、立ち合い湘南の風だ、湘南の風、湘南の風、押し込んだー、後楽園いっぱい、座布団を投げないでください、座布団。さあ7日目結び、制限時間いっぱい、よしみやって今日のことぶつかった、立ち合い白石島、左の回し入るか、出る、白石島が寄る、寄る、寄る、寄り切り、全勝を守りましたという2番お送りしました。解説三坊さん、はい、この湘南の風と白石島、はい、どちらの推しが強いかという1番ですね。やはりこの今ご覧いただいたものを見るとね、はい、皆さんも同じことを思っていただいたかと思うんですけど、取り口自体は本当同じですから、はい、本当にそのどちらの推しが強いか、ただこの1点に尽きると思います。で湘南の風の場合だと、はい、この、まあ、口から出てるボッコの部分ですよ、はい、それ で、ね、はい、こう相手を抑える、まあ、手じゃなくてね、はい、そこの部分で抑えるっていうところもありますから、はい、やはり正面からいくとちょっと厳しい部分があるかもしれないので、まあ、白石島としては珍しいかもしれないですけど、ちょっと一旦横、まあ、右か左かを取って押していければ回しを取りたいですね。そうですね、白石島やっぱり左手ですけど取れないんですよね、正面だと。そうなんですよ、もうそのボッコの部分で遮られるということがあると思うので、はい、早い段階からちょっとどうにか横にちょっとずれるというところをしたいですね。なんせ棒がこのように出てますからね、そういう意味ではちょっとやりにくさがあるのかもしれません。やはり後楽園もその辺で多分やられてるところあると思うんで、そうですね、回しをつかめないという状況ですもんね。果たしてこの後結びの一番で行われます白石島と湘南の風の直接対決、初顔合わせ、一つの何かその時代という意味ではね、最近の優勝の状況、うん、4強と言われる後楽園を含めて ね、 そうですね、4強と言われる力士たちでほぼ固められてきているだけに、ここに一つ別の名前が、そうです、ね、与一山以外でね加わるということになると、またこれ時代が変わっていくなということになりますね。ちょっと正直個人的にはちょっとここ崩してほしいなっていうところもありますね。まあそういった雰囲気がある中でのこの湘南の風の今場所の台頭ですからね。そうですね、結びの一番何が起こるんでしょうか。そういった表現でも間違いではないでしょう。白石島と湘南の風の初対決です。結びの一番どうぞご期待ください。そして基本ルールご覧の通り、身長 6.5 センチ、片足の長さ 2.7 センチまで、しこ名地域にちなんだもの含めていただいております。年齢の概念もあります。ですので世代交代という話をするのはそのためです。公式ガイドブックぜひご覧ください。新しいものも出ております。エントリー受付をしております。10月21日必着ですと、11月のトーナメントに間に合います。ぜひ、まあ、次の横綱目指して、あるいは大関目指して、全国からお送りいただければと思います。お待ちしております。さあ幕内の取り組み、まずは前半戦を行ってまいります。牛乳パックで紙相撲、平成26年9月10月場所、これより8日目幕内の取り組みであります。党の力に清田のんちゃん、西方党の力、東前頭15枚目、東別町出身大久海部屋、東方清田のんちゃん、東前頭14枚目、札幌市出身タック部屋、これより幕の内の取り組みであります。
幕の内の取り組みが始まります。引き続き実況は私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りします。いよいよ幕の内の相撲です。土俵上は清田のんちゃん2勝5敗東の力2勝5敗、両者ともに負け越しが決まっています。両者負け越しが決まっていますので、ご覧のようにこの位置ですと来場所は本場所進出者決定トーナメントに一度降格して土俵に上がるということになりそうです。もちろんトーナメントで勝ち上がるとまた本場所戻ってくることができます。厳しい厳しいルールも待っているわけです。そのトーナメントのためにも一つでも星を伸ばしておきたいところ。浴びせていけるか清田のんちゃん、党の力押し込んでいけるか。制限時間いっぱいです。よしみやって教員のぐでぶつかりました。スパリアになった。浴びせ倒し清田のんちゃんの勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し。浴びせ倒して清田のんちゃんの勝ち。解説海坊主さん、まあここはね清田のんちゃんのいいところが浴びせが出ましたね。勝って清田のんちゃん3勝5敗としています。敗れて党の力こちらは4連敗になってしまいました。2勝6敗です。千歳マンに小山二等兵、西方千歳マン西前頭13枚目、千歳市出身千歳部屋、東方小山二等兵西前頭15枚目、静岡県出身安比久部屋。小山二等兵がここに来て頑張っております。3勝4敗です。千歳マンは2勝5敗すでに負け越しが決まっています。小山二等兵がくるっと回る相撲でなんとか一踏ん張りするかどうか、踏みとどまることができるか。千歳マンは浴びせです。制限時間いっぱい。よしみやって今日のぐでぶつかりました。さあ回った。千歳マンが捕まえるか。浴びせていく。浴びせ倒し捕まえました。千歳マンの勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し。浴びせ倒して千歳マンの勝ち。解説海坊主さん捕まえましたね。そうですね、まあ小山二等兵としても得意な方に相手をまあ向けたんですけれども、千歳マン浴びせましたね。千歳マン勝って3勝目、3勝5敗です。敗れて小山二等兵3勝5敗、8日目負け越しとなってしまいました。大谷ちゃんに北陸越前丸、西方大谷ちゃん西前頭16枚目、札幌出身札幌部屋、東方北陸越前丸東前頭13枚目、福井県出身ほぼピン部屋。新入幕大谷ちゃん、すでに負け越しは決まっておりますが、持ち味としては随所に見せてくれています。今場所2勝5敗北陸越前丸3勝4敗長く守ってきているこの幕の内の座、やや苦しい状況です。今場所距離を取りたい北陸越前丸、くるっと回る相撲があります。大谷ちゃん制限時間いっぱい。両者やっていい。今日のでぶつかりました。突き放したな越前丸。小手投げ小手投げ残した。突き放した北陸越前丸の形です。突っ張っていきました。突っ張っていきました。しかし両者下がっている土俵際、大谷ちゃん引き落とし。大谷ちゃんの勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落として大谷ちゃんの勝ち。形は北陸越前丸でしたが、そうですね、完全にそうだったんですけどもね、大谷ちゃんなんとか踏ん張りましたね。こういう粘りもありますからね。大谷ちゃん勝って3勝5敗です。敗れて北陸越前丸3勝5敗、負け越し30歳。ついにこれどうですか。いやー、このいぶし銀の相撲もっと見たいんですけど ね。ついに、まあ、幕の内かなり上位でも頑張っていた力士なんですけれども、幕の内から陥落の可能性が出てきました。ヨット丸に銀屏風、西方ヨット丸西前頭10枚目、神奈川県出身神奈川部屋、東方銀屏風東前頭16枚目、室蘭市出身室蘭部屋。銀屏風5勝2敗ヨット丸も5勝2敗です。
2敗同士、まだわずかですけれども優勝の可能性が2敗ですと残っています。勝っておけば優勝戦線に残れます。新入幕の銀屏風を押し込んでいけるか、よっと丸捕まえることができるか、あるいは突き放しもあります。押し合いになるでしょうか。制限時間いっぱい、ぶつかりました。銀屏風が出る、銀屏風が出る、内掛けか、よっと丸突っ張っていく、突っ張っていく、よっと丸も抑えています。内掛け、よっと丸の勝ち、よっと丸の勝ち。ただいまの決まり手は内掛けでよっと丸の勝ち。引きつけていきました。やっぱり引きつけられると後ろに倒れてしまうというところがありますね。これは今まであまり見られませんでしたけれども、一つのウィークポイントなんですかね。そうですね、翼が広い分ちょっとやっぱり体勢的に引きつけられると厳しいですね。そうですね、勝ったヨット丸ですけれども2敗を守りました。6連勝です。6勝2敗、敗れて銀屏風ですけれども、5勝3敗となっています。取り組み、今の取り組みの決まり手の訂正があるようです。ただいまの決まり手はヨット丸の内掛けと発表いたしましたが、決まり手を訂正いたします。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒してヨット丸の勝ちと訂正いたします。寄り倒しに訂正です。ヨット丸が勝っています。大平川山に御殿場富士参戦、西方大平川山、西前頭9枚目、栃木県出身、春日部部屋。東方御殿場富士三世、西前頭11枚目、静岡県出身、アンビック部屋。さあ打って変わって小さな力士です。大平川山4勝3敗、御殿場富士三世が4勝3敗。こちら新入幕、小兵同士です。押し合いでしょうか、どうでしょうか。制限時間いっぱい、ぶつかりました。大平川山がさあ包み込むような形で押し込んでいきました。突っ張っていった、ここは突き放した。大平川山が出る、押し出し、大平川山の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して大平川山の勝ち。解説海坊主さん、今の相撲ですけれども、まあ、完全に大平川山が押していった、まあ、本当にそうですね、包みながら押していったと、丁寧な相撲でしたね。大平川山勝って5勝3敗、勝ち越しを決めています。自己最高位でまた勝ち越し、番付を上げることになります。敗れて御殿場富士三世は4勝4敗で千秋楽となります。清水お化けにハッピー新潟、西方清水お化け、東前頭11枚目、清水町出身、清水町部屋。東方ハッピー新潟、東前頭9枚目、新潟県出身、ほぼピン部屋。さあ土俵上、ハッピー新潟と清水お化けです。また一気に大きな力士が出てきました。ハッピー新潟4勝3敗、清水お化けも4勝3敗。浴びせか引きかということになりそうです。引き技得意なハッピー新潟、浴びせ得意な清水お化け。制限時間いっぱい、よしみやっていけ、殴れ、ぶつかった、浴びせるな、清水お化け、浴びせ切れるか、はたいた、はたき込み、ハッピー新潟の勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んでハッピー新潟の勝ち。ここはベテランのうまさ。そうですね、清水お化け浴びせてくるんですけども、ツルツルのボディで引きながらというところですね。ハッピー新潟庵が勝って5勝3敗、勝ち越しを決めています。敗れて清水お化け4勝4敗で千秋楽です。グミサワ熊兄弟に集会堂、西方グミサワ熊兄弟、西前頭14枚目、静岡県出身、アンビックベア。東方集会堂、東前頭7枚目、埼玉県出身、ほぼピンベア。さあ続いて土俵に上がるのは周回道です。こちらはベテラン周回道。
2勝5敗グミサワ熊兄弟が4勝3敗で勝ち越しまであと1番です。グミサワ熊兄弟は幕の内2場所目です。初めて勝ち越しなるかというところ、お試合でしょうか。制限時間いっぱい、両者もやって今日のことぶつかりました。押し込むのはグミサワ熊兄弟、熊兄弟がさ中に潜りたいところ、突き放すのは周回道、周回道が今度は突き放していく、突っ張っていく、グミサワ熊兄弟が土俵際残っている、粘っている、周回道も下がっていますが土俵際です。送り出し、周回道の勝ち。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して周回道の勝ち。グミサワ熊兄弟今日の勝ち越しはなりません。まあ今日は周回道落ち着いた相撲でしたね。相手をよく見てましたね。周回道が3勝目を挙げています。3勝5敗です。敗れてグミサワ熊兄弟4勝4敗で千秋楽ということになります。水戸千葉に備前焼き、西方水戸千葉、西前頭6枚目茨城県出身茨城部屋、東方備前焼き、西前頭12枚目岡山県出身ほぼピン部屋。さあ土俵上、これまた楽しみな感じの一番ですけれども、初顔です。水戸千葉1勝6敗備前焼きが、3勝4敗後がありません。33歳、解説海坊主さんどうですか。まあやっぱりね、うまく立ち回ればというところがあるんですけれども、ちょっとねやや押しに不安が残り、足にもちょっとね不安が残る部分ですね。水戸千葉はくるっと回ります。備前焼きは捕まえたいところでしょう。こちらは12枚目の番付ですので後がありません。制限時間いっぱい、よしやってぶつかりました。右のまし取りに行ったな、備前焼き、備前焼き一気に出る、夜小手投げは水戸千葉、水戸千葉の小手投げ、出し投げだ、打っていく、出し投げから今度は寄っていくのは水戸千葉、水戸千葉が寄っていく、土俵際です。追い詰めているのは水戸千葉です。水戸千葉が寄る、左の喉は回しも入っている、寄る、寄る、寄り切り、水戸千葉の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って水戸千葉の勝ち。備前焼き負け越しです。完全に水戸千葉の喉輪で押してるという力強い相撲でしたね。左の小手投げ、その後は回しも入りました。下手出し投げのような感じでした。一気の寄りでした。最後は水戸千葉勝って2勝目、2勝6敗です。敗れて備前焼き3勝5敗負け越し、12枚目ですがどうでしょう。いやー本当はねもっともっとこの土俵で頑張ってほしいんですけれどもね、ちょっと厳しいですよね。このところの相撲ちょっと元気がありません、備前焼きです。湘南トカゲにグレキンとき、西方湘南トカゲ、西前頭5枚目神奈川県出身神奈川部屋、東方グレキンとき、東前頭8枚目静岡県出身アンビック部屋。ウェディビジン、ウェディビジン。さあ土俵上、グレキンとき負け越しが決まっていますけれども、今日の琴仁風の引退相撲の中で、そうですね、名指しで後継者的な感じで言われてましたね、はい、やっぱりその技のデパートと呼ばれるだけあって、まあいろんなね引き出しがあります。まあ攻めてもよし、まあ引き技とか投げ技っていうところも期待がかかるんでしょうね、やっぱりね。あとまあ受けて、どちらかというと受けて立つ相撲というふうにも言えるでしょう。2勝5敗のグレキンときと湘南トカゲ、こちらは3勝4敗です。自己最高位で後がありません。浴びせられるか湘南トカゲ、グレキンときはさあ技のデパート見せられるか。制限時間いっぱい、よしみやって、今日は殴れ、ぶつかった、抑えるのはグレキンとき、引いていく、はたき込み、グレキンときの勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んでグレキンときの勝ち。このうまさですね。そうですね、で今もう完全に足、右足がね湘南トカゲに踏みつぶされてるから早く動きたいでしょうね。そうですねなかなか痛い状況、あのワイドビジョンがね当たってますからね、はい。勝ったのはグレキンとき3勝目、3勝5敗です。敗れて湘南トカゲですが3勝5敗、負け越しとなっています。竹里団地関に藤の牛島、西方竹里団地関、
西前頭3枚目埼玉県出身春日部部屋、東方富士の牛島、東前頭8枚目埼玉県出身ほぼピン部屋。幕内前半最後の一番です。この両者の対戦というのもなんだかこのところずいぶん当たってるイメージがあるんですけれども、そうですね、過去3対1ですか。グレ、失礼しました。グレじゃないです。藤野牛島。藤野牛島がリードですね。グレの牛島。重なっちゃいました、今、番付表の取り組み表のね、ところがね。藤野牛島、5勝2敗。竹里団地関4勝3敗と。竹里団地関もずいぶんこの位置で勝てるようになってきましたね、はい。そうですね。安定した相撲が取れるようになってきてますね。藤野牛島今場所は好調です。5勝2敗浴びせていけるか。過去は3対1、藤野牛島がリードです。引き技があります。竹里団地関、幕内前半最後の一番、制限時間いっぱい、両者見合って今日は殴れ、ぶつかった、浴びせる体勢は藤野牛島、浴びせ倒し、藤野牛島の勝ち。テーマソングが流れます。藤野牛島がやはり状態のいい時だと今の浴びせがいきますね。そうですね、相手の嫌な角度から浴びせるっていうところは、まあ、やっぱり状態がいい時にはもうハマりますね。勝って藤野牛島6勝目です。6勝2敗としています。敗れて竹里団地関4勝4敗で千秋楽、三役争いにもこれは関わりそうな状況です。牛乳パックで上相撲実況中継、平成26年9月10月場所8日目の取り組みです。まあ2敗勢もまあわずかですけど可能性が残ってますからね。そうですね。どうですかこれ2敗勢というところを見ていくと、はい、今日今のところで銀屏風敗れまして、ヨットマルは勝ちましたね、はい、ですので1人2敗勢としては減って、うん、藤野牛島今勝ちましたからね。そうですね。優勝争い2敗勢も加えた形でのご覧いただきますか。これ今日の状況次第にはもちろんなりますけどね。ただもう僕はね個人的にやっぱりそのヨット丸ですとか、はい、まあ、そういった力士がもうそろそろその優勝争いですとか上位に挑んでいくっていうところを、はい、もっともっとあってもいいと思いますね。実力的には2敗藤野牛島ヨット丸がいて、高尾さんがこの後相撲があります、はい、まあこの3名はまだですので、せめて可能性が残っていますので、うん、今日白石島が負けると、ね、一気にこれね状況は変わるわけですね、はい、どんな展開になるんでしょうか。なんといっても今日の結びの一番は横綱に挑戦します湘南乃風。今何を思うかですね。そうですね。これ今日湘南乃風の応援団ですかね。はい。今日来てるんですね。この辺あたりにいるんですよ。なんか湘南乃風の形をした人もいれば、はい、まあ風って書いた T シャツを着ている人もいるんですけれども、はいはい、湘南乃風の子供ですかねこれね。どうなんでしょう。どうなんでしょうかね。湘南乃風族みたいな。子供にしたちょっと年齢がね、はい、合わない感じしますからね。そうですね、どうですかね。家族ですか、ね、家族なんでしょうかね、はい、応援団も来ているようで、ちょっとあまり触れたくないお客さんも中にね、はい、そうですね、ちょっと触れたくないお客さんもいることはいるみたいなんですけれども、なんかヘルメット的なの被ってる人もいますしね。ねえ、まあ様々なお客様がいらっしゃいます輸入パックで紙相撲です。この後いよいよ幕の内後半戦です。